実際むずいっす。具体的に書いてある情報を使った引っ掛けっていうのはうまい。新たな問題形式が出てますね。でグラフィックの問題がやはり難しくなってますね。だいぶ単語だけじゃなくてやっぱ日本の辞書には載ってない表現とかっていうのも出てきたりするので、新しいイギリス人女性がマジで聞きづらい。おはよう、始まりました、もてつちゃんです。さあ今回はですね、むずくなったトイック分析していきたいと思いますね。一体何が難しくなっているのか、そして新傾向ですね、今までなかった新たな傾向っていうものが出てきていますので、それらをですねちょっと分析していこうかなと思いますね。昨日ですね9月12日にトイック公開テスト行われたんですけど、だいぶですね視聴者数が多いなっていう印象だったんですよね。動画出してボーンと一気に伸びて、さらにライブやったんですけど、ライブもいつもより多いと。なんでだろう、9月なのに。3月とかね、5月はすごい多いんですけど、なぜかなって思ったら駆け込み受験だったんですね。値上げ前のトイックだったのでたくさんの方が見てくれたんですけども、分析していきたいと思いますね。まあ昨日の動画ではね、引っ掛けっていうのがどういう風にできてるかっていうのを説明したんですけど、人っていうのは抽象的なものよりも具体的にいろんな情報が加えられたものの方が正しいもののように見えてしまうっていう傾向があるっていう話をしました。まあ具体的にどういうものなのかっていうとですね、 A さんは大学でファイナンス、財政を勉強しました。で彼はすごく動物が好きで、猫犬も飼ってるし、週末は動物愛護のボランティアをしてますっていうのがありますね。でおそらく将来の彼について言えることは何ですかって言った場合に、銀行員になってるっていうのと、動物を保護する団体に所属している銀行員って言った場合に、可能性としては銀行員の方が可能性として高いですよね。だってこう含んでますから、こっちをね。でも多くの人がね B の方をより正しいと思っちゃうんだって。具体的なそういう情報がくっつけられてる方が直感的に、あ、動物好きで動物のボランティアしてるから動物愛護団体に所属して銀行員になるっていうね、どう考えてる銀行員になるの方が可能性としては高いのに、そういう風に具体的な情報がある方を選んでしまうっていう傾向が人にはある。でなんかそういうのがねあったんですよ。例えば今のだったらトイックっぽく言うと、動物が好きでボランティア参加してます、ファイナンスを専攻してますとかって言ったら、大学生であるっていうのと、 B 動物愛護団体を立ち上げたとかになってるんですよ。大学生が正解ですね。ファイナンスを専攻してるってことは大学行ってるだから。でも動物愛護って書いてあるからこういうことやってんじゃないのみたいなね。そこまでは言えないでしょ。愛護団体を立ち上げたなんて分かるわけないじゃないですか。でもこういう感じの選択肢がすごい多い気がつきました。すごい昨日のライブとかやっててもそういう選択肢に引っかかってますね。そこまでは言えんでしょみたいなのに引っかかっちゃう。やっぱ具体的に書いてある情報を使った引っかけっていうのがうまい。抽象的なものの方が正解になりやすいのに、わざわざ具体的な情報を入れてくるよね。そしてまあちょっと新形式についても話しておきましょうか。新たな問題形式が出てますね。まあ新トイックになってから出題されるようになった、まあ2016年からっていうのもあるんですけど、こう5年経ってですね、なかった出題形式のものが毎回出るようになってますね。それは一体何なのかっていうと、パート7でですね、推測のレベルが上がったものがありますね。どういうことって言ったら、前は書かれているものから推測してっていうので、これはまあ言えるよねっていうのだったんですけど、そうじゃなくて今はもう全然書かれてないけど、こうだって書いてあるってことは、こうなんだからこうだよねみたいな、もう一レベル高い推測を求められてますね。例えば、ここの場所っていうのはどういうビジネスにぴったりですかとかっていうのがあったとしますね。で、文章中には、受付とウェイティングエリア、待つエリアがありますみたいに書いてあって、受付と待つエリアがある職種を選ばなきゃいけないみたいなね。選択肢に、まあ何でもいい、コーヒーショップと病院とか学校とかって、そういうのがまあ並んだとしてね、受付があって待合室があるって言ったらこれ病院だよねみたいなね、そういう全く書かれてないじゃないですか、本文中に。全く書かれてないけど、こういう具体例、これいけるよねみたいなのが毎回出てますね、今ね。こんなん出てなかったから、ああ、やっぱりレベル上がったなと思いますね。書かれていることから推測して、これ言えるよね
っていうのが増えてますね。毎回一問出てるよね、最近ね。こんなん参考書どれにも載ってないと思います、今のところ。だ公式のボリューム8が出るときにこういう問題載ってんのかちょっと見ものだなって思ってます。あとパート5の選択肢も変わったよね。今までそんな並びなかったよっていうよう なんか今までだったら禁止の問題で形がね変わっているもので、語彙問題だったら同じ品詞が並ぶってやつだったけど、最近別の品詞だけど語彙問題っぽい並んだりとか出てくるよね。こんな風にも問われるんだ。文法でやってんのか文法と語彙両方に絡むのか分かんないですけど、こんな形式なかったなっていうのも最近ちょこちょこ出てきますね。だ昔のトイックを知らない人たちが作ってた参考書の問題みたいなのが本番で出るようになったって感じです。なんか出題のルールがちょっと広くなった感じがしますね。はい、まあこれらがちょっと最近見かける新形式。で、グラフィックの問題がやはり難しくなってますね、だいぶ。今まではなんかもう2列あって2つの情報で、あ、片っぽ聞き取れればそれで正解みたいなね。あ、もうこの条件だからこれが正解みたいなだったのが、今は条件が複数になってたりするよね。よく出てきて、引っ掛けも、まあこれも2016年から予言してましたけど、引っ掛けが巧妙になってましたね。もう昨日の問題も本当に、あ、これ聞こえた、だからこれが正解だって思ったら間違いって問題がありました。ここだと思いきや、そこに一番近いみたいなね。ああ、やっぱ引っ掛けがレベル上がってきて厄介だなって思って、まあ多様な問題が出てますし、ちょっとグラフィックのレベルがだいぶ高くなった。そしてまあなんといってもパート7の量が多い。全部読んでたらまず終わんないですね。だ量が多いし、引っ掛けは巧妙だし、情報処理は大変だし、もうこれがやっぱね、きつい。やっぱ別スポーツ。トフルとかとは違うスポーツをしてる感じなんですよ。で、情報処理に関しては数字も結構めんどくさいですね。計算はまあほとんど出ないんですけど、プラス1マイナス1ぐらいなんですけど、それだけじゃなくていろんな数値を使って引っ掛けようとしてきたりとか、数値を使って照らし合わせ問題を作ったりとか、だいぶうーって思いましたね、昨日もね。で、さらにはやっぱ単語のレベルは高いものは入ってます。で、それが分かんなくても答えが出る場合と、それ分かんなきゃ答えが出ないっていう場合があるので厄介だよね。で、単語だけじゃなくてやっぱ日本の辞書には載ってない表現とかっていうのも出てきたりするので、それは難しい。で、それでいてそんなの知らなくてもいいよ、ただただ推測して読んできゃいいよっていう時もあるんだけど、それがもう正解に関わってくる時とか腹立つ。知らんと解けんぞみたいなのがやっぱ出てくる。で、まあそれに関連してるんですけど、場面が難しくなってるね。やっぱ結構マニアックな場面が出てくるようになりました。ビジネスの深いところまで出てくるとか、こんな場面今までトイック出てこなかったじゃんっていうのがちょこちょこ出てくるようになりましたね。で、さらに追い打ちをかけるのがイギリス人女性。新しいイギリス人女性がマジで聞きづらい。まあ今まで昔はね、オーストラリア人男性が聞きづらい聞きづらいだったんですけど、オーストラリア人男性が聞きやすい人になったんですよ。で、もうイギリス人女性がマジで聞きづらい。だ、その人が早口で難しい表現の入った今まで出てこなかったような場面をね、喋るとマジできつかったね。今回のそのトイックはその3つが重なった問題があったんですよ。選択肢見た時に、あ、この単語むずい、こんなの出るんだ。一番上のあの英語だけで教える授業で教えた表現が出てたんですよ。わ、これレベル高って思ったら、それをイギリス人女性がって読んだんですよね。そもそもこの単語知らないし、多くの受験生はこの場面もわからない。それを聞き取りづらいイギリス人がすごい速さで言ったんで、うわ、これはすげえむずいぞと思いながら聞いてたんですよ。だ、これらが今のトイック、その5年前に新形式として始まったのと違うとこだなと思いましたね。だ、こういった要素があるから難しい。引っ掛け巧妙、読まなきゃいけない量は多いし、新しい推測が出てきたり、場面が難しいし、情報処理しなきゃいけないし、単語とか表現は辞書に載ってないのが出てくるし、それを聞き取りづらい女性が読むしみたいなんですね。こういった要素が今のトイックを難しくしてると思いますね。だからどの公式問題集よりもむずいよって言われるし、 IP テストって過去問ですから、 IP テストよりも全然難しいんですけど、そうです、実際むずいっす。いやー、なんでね、ちょっと考えさせられました。はい、実際ね、受ける方、これをね、参考にして勉強してもらえればいいんじゃないかなと思いますね。そう、今までの公式問題集とかに出てないようなパターンの問題出てますんで、ぜひね、まあ、ボリューム8出たら、またいろいろと話をしたいかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.